プロ野球12球団ドラフト1位予想。竹内5球団、常広3球団、西舘2球団、細野単独、渡来単独。竹内大人気じゃねえか。ハズレに前出しも村子じゃ残ってるとかやばくね。渡来逃げ話やん。いくらなんでも竹内行き過ぎやろ。下村怪我してたから避けるんか。織山崎みたいな投手に何球団競合するんだよ。細野こそ織みたいに余裕のある球団が行くべき。即戦力投手欲しい球団は漏れなく竹内だな。 DeNA は単独に逃げるやろ。竹内の何がそんなにいいんや。ロッテ竹内はありえるけど、役議員はわざわざ他球団にかぶれてこないやろ。細野結構人気ないのな。ハムも新庄の意見優先するなら竹内になるっぽい。竹内は調子の波が少ないのと、左のインコースに投げ込めるのが評価高い理由かな。横浜は小材一本釣りに切り替えるぞ。竹内は150以上でコントロールに沿わんやろ。これくらい人気でも驚かんわ。もうちょっと西舘に流れるやろ。西舘は秋の成績ダントツなのに評価上がりきらなかったな。常広は変化球投げるとき、緩むから一から作り直し育成できるところじゃないと厳しいわ。ここに来て細野の人気のなさに驚き、ワンチャン単独あるかもしれん。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。